山尾志桜里議員が明日にも立憲民主党に正式に入党する見通しです。山尾志桜里議員は今年9月に週刊誌の報道などを受け民進党を離党し、翌月の衆院選は無所属で当選しました。現在は立憲民主党の会派市民クラブに所属し活動していますが、関係者によりますと山尾議員は立憲民主党に正式に入党する方針を固めたということです。入党届は明日にも党本部へ出され、常任幹事会で協議される予定です。